さん。はい、毎週月曜日から金曜日までここ茨城県牛久市の情報を全世界にお届けしておりますチャンミオ TV。 私司会の牛久が大好き、地域を一つが地域を一つの大きな家族がモットーのチャンミオです、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、はいはい、そして、はい、もう牛キングもダメだと言われ、うん、まあチャンでも何でもいいですけども、うん、はい、斉藤たけしと申します本名がね。普通ですね。普通じゃない、ちゃんたけです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、まあ、月曜日レギュラーとスタッフ大募集中、はい、のチャンミュー TV、 毎週水曜日私、うん、チャンミューとちゃんたけさんでお届けしていきます。はいはいはい、あ、まあ、本日はね、なんかチャンミュー色白いね今日。今日だって俺黒いのか多分。いや私こっちは、いや焼けましたよ。またさらにふわふわドームの、あの司会やってたからそうでもないか、うん、そうですけど、まあいいや。はい、じゃあ早速本日は、はい、7月15日の水曜日第751回目のチャンミオ TV でございます。はいよ、やってんね。やってますね、はい、はい、靴が欲しい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 。誰に言ってんの？皆さんに皆さんに。靴が壊れてて、でなんか泉谷でじゃあ見ようと思って見たんですけど、うん、ちょっとまだいいものが見つからなくて。え、どんな靴が欲しいの？え、なんか最近の、うん、泉谷事情ですと、うん、あのかかとが、うん、全部くっついてる、ウェッジみたいな。そう、うん、あれは嫌なんですよ。ヒールが欲しいんだ。そう、ヒールが良くて、うん、ある程度高いヒールがなくて、うん、泉谷さんにね今。へえ、あ、みんなくっついてる、ね、最近のは全部、もう全部あウェッジだね。そう、でも、うん、なんかこうお仕事の時に、うん、なんか私カカカカってしたいんですよ。コツ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 入れてんだ。できれば、ね、パンプスかなんかの、なんかこうエナメルとかなんていうんですか、あのテカテカしてるようなのとかね、黒くてなんとかでみたいな普通のがいいんですけど、普通のがなくて、あのヒールの高さはプライドの高さってね。ああ、結構高いのが欲しいですね。でしょうね。いや、足が綺麗に見えますもんね。あ、それはそうらしいね。そうだから、うん、あのウエッジなんとかは、うん、あのそんなに高くないんですよね、うん、そうだから、うん、そう1個はね泉谷で買ったんですよ、うんうん、アマゾンで買えば。でも履けないのが嫌なんですよね。いや、今のやつは試し履きして気になかったら返品できるんだよ。でも普通に見に行って買った方が早い。まあまあまあ、そうだよね。だから沢村靴やわ。あ、沢村靴店さん、うん、あるかな。フィッターがいるよ。フィッター、伝説のシューフィッターが。シューフィッターですよ。でもヒールの高いなんかありますかね。それ趣味で集めてるかもしれない。ちょっとじゃあ行って、ね、入江さんにちょっと聞いてみて。いや、入江君に聞いてみて。いや、私長靴はね、沢村屋さんで買ったんです。ヒールついてるの？ヒールはついてないですけど、でもね、あの長靴いいんですよ、畑仕事に。1回しか履いたことないですけど。2回か。なので、ほうほうほう、はい、靴が欲しいです。わかりました、靴ください。沢村さんくれるかな。くれると思うよ。あ、コメント届いてますね、はいはい、うん、くれないでしょ、きっと。遅れてきてはい、見えません。ですね、あ、セプターさんおかえりなさい。わさびたこに反応の薄かったちゃんみを笑いと。わさびたこって何？見てますね。わさびたこって何？見てない人はわからないです。あ、見てた。はい、あいかちゃんおかえりなさい。はい、おかえりなさい。ただいま、うん、ちゃんさん今日はノーハット。おー、ノーハット。ノーハットですね、はい、たまにはコーヒーもありますね。そういえば、そしてね、チャンさんね、はい、それでね、ちゃんたけさんおしゃれと、はい、あら、誰ですか？セプターさん。ありがとうございます。あやかちゃんがノーハットって言ってて、ちゃんたけさんおしゃれと。ありがとうございます。言われてますね。そして、はい、たかちゃんおかえりなさい。はい、おかえりなさい。ちゃんみよちゃんたけお疲れ、うん、今日も残業1時間その気になる。今日ちゃんとたけ入ってますね。あのね、こいつが名付け親なんじゃない？そう、ちゃん。忘れたのかな。はい、皆さん、まあ、コメントお待ちしております。はい、お待ちしてます。お願いいたします。はいはい、はい、まあ、そんなこんなでお届けしていきたいと思いますが、うん、そのちゃんたけさんは、ちゃんでいいんじゃないの？ちゃんさん、夏こそサウナ。夏こそサウナ、どういうことですか？サウナ、うん、あのね、うわ、結局ね、サウナに入ってる人って、うん、こう毛穴が、うん、開いて、うん、うまくこう体温調節ができる体になるらしいよね。で、この夏場に熱中症になる人の多くの人っていうのは体温調節ができない人がなってしまう。つまり毛穴がうまく開かなくて汗が出なくて、うん、熱がこもっちゃって、
熱中症になっちゃう人が多いらしいのね、うんうん、なので普段からサウナに入っていれば、うんうん、もう毛穴はもう自由自在に開いたり閉じたりできるわけですよ。そうなんですか。嘘多分いやでも俺ね、全然昔汗っかきじゃなかったんだけども、うんうん、サウナにも5、6年行ってるんだけどね、うん、もう極端な汗っかきになっちゃって、もう夏びっしょりですわ今日なんかもね、うんうん、そうするともう汗出すってことはつまり体温調整してるわけじゃない、うんうん、なので夏こそサウナ、うん、でこう毛穴を開いて、うんうん、そういうあったかい気候にも対応できるような体になりましょうというおじさんのアドバイスでした。なるほどね、はい、サウナに入った方がいいいいと。ちなみにどこのサウナがおすすめですか。サンスポーツですね。サンスポーツさんのサウナがおすすめだということですね、はいはいはい、あそこはもうねいいですよ、うん、サウナのいい悪いがよくわかんないんですけど、はいはいはい、何がいいですか。何がいいの、うん、どういう意味。あ、そのサウナの効果ってことじゃなくて、サンスポーツのサウナの何がおすすめなんですか。まずね、当然ながら裸のお付き合いですわ、うんうん、で名刺つけてるわけでも何でもないじゃない、うん、もうお風呂入ったらもうみんな裸ですわ、うん、老若男女、うん、まあ男と女は違うけどね、まあ、そうですね、一緒だったら大問題ですね。大問題です、うん、でなんとなくこう2年ぐらい通ってくると、なんとなくこう顔見知りになんとなくなってくるわけだよ。あ、いたないたな、こいつもいたなみたいな、うん、でそのうちこう どっちからともなく挨拶をするようになり、うん、で別に食品は関係ないからざっくばらんな話をしちゃうのね、うんうん、もういろんなもん街のこんな情報から大きい情報までみんな喋ってんだよ。それチャンミー TV で喋った方がいいんじゃないですか。サウナで聞いたこと。いや面白いよ、うん、だ例えばそのいろんな人がいてさ、うん、もう本当に旅行が大好きな人がいて、うん、もう世界中暇さえあれば旅してるおじさんがいてね、うん、その人と仲良しなんだけど、うん、あとやたら株に詳しい人とか、うんうん、牛久のスポット、いやこの前こんなとこ歩いたらこんなところがあったとか、うん、もうなんかねいろんな話のねるつぼ、うん、面白い面白い、うんうん、何のあれもないからさお互いに、うんうん、なんかこうこうってもう先輩だろうが後輩だろうが俺一番若造なんだけどねこれでも。いやいや本当だよ、全然老若男女じゃないじゃないいやいや全然、まあ、いやほぼほぼそのレギュラー陣がいて、うんうん、イレギュラーの人はたまに来るよ若い人も、うん、でもほとんどのレギュラー陣はほぼほぼ一番若い。俺全然若くない、ね、若いんだよこれ。もうだってみんな大体60とかさ70、80ぐらいまでいるわけでさ、うんうん、老若男女。そうでしばらく見ないと病気になったんじゃねえのっていう噂になっちゃうわけで、心配されちゃう、うん、心配されちゃう、うん、俺も1週間最近行ってないんだけど、うん、久しぶりに昨日だから行って、うんうん、大丈夫だったかと、うん、気遣ってくれるわけですわ、うんうん、見ず知らずの人がね、うん、なんか嬉しいよ、うんうん、なんかコミュニティサロン、うん、がサンスポーツだと。そうすごく面白い、うん、サウナ話の、うん、なんかだったら多分すごい偉い人も多分いると思うのね、うん、なんか見るからに絶対この人社長だっていう雰囲気の人いるしよ、うんうん、もうオーラが違う。裸だと分かんない。オーラが違う。多分この人ずっと平社員だったんじゃないかなっていう、これもう自分の人間ウォッチャーだから、うん、この人どんな人だったんだろうな、どんな人生歩んでんだろうなっていうのを観察するのがなんか楽しくて、うん、でお風呂ってさ基本的にみんな洗ってる姿って人に見せないじゃない。でもサウナだけじゃなくてその浴場で洗ってる人をいっぱい見るとみんな洗い方が違うんだよ。これがまた面白くてさ、じゃあ見ちゃうんですか。見ちゃう。ずーっとこうやって水風呂入りながら、うん、あこの人こうやって洗ってんだ、ああの人あんなとこまであるんだみたいなのをこうやって見てるのも面白い、ね、うん、サウナのコーナーにしたらいいんじゃないですか。曜日別 MC のコーナー今オープニングトークでここまで引っ張ってますけど。あそうですか。喋りっぱなしですいません。いやいやいや、はいはい、ね、っていうリクエストがあるかもしれないですからね、はいはいはい、ということで、はいはい、じゃあいいですか、今日のラインナップご紹介しても、はい、どうぞ。いいですか、すいませんね、はい、お話の途中ですけどね、すいません申し訳ないです、はい、誰もが気になる牛乳を知って得する牛久市観光協会情報、耳よりここだけの牛久市情報、明日の牛久のお天気、牛天曜日別 MC のコーナーがサウナ話ですね、そしてゲストのコーナーということでお届けしていきたいと思います、はいはい、じゃあね最初のコーナー、うん、牛乳に行く前に、うん、一旦提供さんご紹介していきたいと思います、はいはいはい、まずはこちらですね、よくしょう佐藤新聞補佐様、はい、坂
高萩カントリークラブ様、はい、ありがとうございます。筑波中央法律事務所様、はいはい、今日いらっしゃいますかね。何の形跡もないよ ね, いね、はい、株式会社染谷生活支援部様、はい、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお送りいたしますということで、続いてのコーナー牛乳でございます、はい、2015年7月15日、うん、ここ茨城県牛久市で起こったニュースだけを紹介していきたいなと思っております。牛乳です。私牛久のニュースを読ませたら右に出るものはいないチャンミョです。よろしくお願いしま す,、はい、します。じゃあ早速本日のラインナップ見ていきたいと思います。こちらですね、よこいしょ。今日はね、はい、すいません、大したのがないです。出た、秒殺、秒殺サンデー、秒刊サンデーですね。じゃあそれから衝撃的なシートを考案、炎上ということで、はい、まあ多分ね、ちゃんたけさんですから、はい、絶対言われると思ったんでね、準備してきましたよ、はい、よ。フランスの航空関連会社が衝撃的なシートを考案ということで、うんうん、このね、新しくフランスの会社さんが発表した新座席のレイアウトプランが物議を醸しているらしいんですね、はいはいはい、そちらのお写真をまずは見ていきたいと思います。問題のお写真こちらです。全然わかんないと思いますけど、わかりますかね。あ、わかるね。そう、対面になってんだ。あのね、これ通常飛行機の座席っていうのは全て前方を向いて並列に設置されているんですけれども、こちらね、各シートの列の間に、うん、まあ、多大なスペースが発生するので、このそのいつものやつだとどうしても、うん、まあ、積載性が乏しくなるという問題があったということで、こちらのゾディアックシートフランスさんという会社は、うん、六角形のシートを導入したヘキサゴンキャビンというのを考案したということなんです。前後のお客さんを交互に向かわせて座らせることで客室内の余分なスペースを削減するという斬新すぎるアイデアなんですね。これただ詰め込んだだけじゃんね。もうちょっとアップにしてみましょう、はいはいはい、こんな感じでわかりますか。これはやだわ、うん、私は絶対嫌だなと思うんですけどね。だってこれ全員、まあ、例えば知り合いだったとしてもなんか嫌じゃない、うん、でもだって他人がさ向き合ってんだよこれ、うん、すごいでしょ、まあ、向き合ってるというかちょっと向き合ってるけど、別にこう電車のあるじゃないですか、うん、ボックス、うん、とはまたちょっと違うんですよ。そこの間に人はいないから。これさ、でもさ、進行方向と逆方向向いてこうやって飛び立つんだね、うん、気持ち悪いじゃん。まあなんかジェットコースターみたいですね、うん、まあでもこれすごいですね。なんか蜂の巣のハニカム構造を彷彿させるって書いてありますけどね。何構造かわかんない。ハニカム構造らしいですね。ハニカミなの、ハニカミなんですかね、よくわかんないですでもこれはね、このゾディアックシートフランスさん、もうこのレイアウト特許を取得しています。はい、特許を取得していて、将来的にエコノミークラスをに実装させる可能性がある。これいやだな、これエコノミークラスこれかよ、ダメだな、うん、どうなんですかね。これ国内線だったらまださ1時間ぐらいだったら耐えられるけどさ、国際線でさ、まあ10時間この席でって言ったらね、お手洗い行くとき足またいでいくしかないですかね。この人どうすんだよな、うん、すいませんって言って、うん、ちょっと勘弁だなこれは。まあでもそういう形で、まあ日本では無理でしょうね。うん、まあでも多くの人たちがやっぱ嫌だと。飛行機料金を安くすればいいんだよこれでね。こんだけ人を詰め込んで、うん、一斉のせいで飛び立てるんだったら、そういう感じなんじゃないですか、うん、だったら今までの3分の1の金額で行けますよって言うんだったら無理しても乗るかもしれない、うん、国内だったらね。でもなんか今ジェットスターとか乗ったら1900円で行ける時あるから、だからそういうの考えると、なんかそれだったら安く、だから早く販売チケット発売しましたって言って、でこうネットでこうダダ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 ってやってた方がよっぽどなんか私はいいと思いますね、うん、これはダメですね。ちょっと行けてない、行けてない ね、はいはいはい、という、まあでもこういうニュースは私はためになるなと思って紹介させていただきましたけど、うん、いやいいんじゃない、 あコメント届いてますね、うん、はい、ありがとうございます、はい、すいませんね、はい、ですね、はい、あいかちゃん、時間帯によって年齢層が変わりますよね、スポーツクラブ引くと。あ、よく知ってんね、うん、
あやかちゃん言ってんの？あやかちゃん言ってるんですかね、どうでしょうか。そしてね、かやさんお帰りなさい、後ろ向きの飛行機のシートか絶対乗りたくないわ、うん、怖いもんとかね。あとね、セプターさん、うん、エコノミー症候群が増えそうだなとかね、うん、あとね、カリアンさん、うん、ちゃんみよちゃんお疲れーと今日は残業ないんですかね、カリアンさんはね。ないんでしょうね、うんうん、ないんでしょうね、そのね、はい。じゃあ、はい、というわけで以上、はい、旅館サンデーのね、ちゃんみゅちゃんっていうだけが気に入らないんだけどね。え、いや、なんでもないです。ちゃんみゅちゃんですけどね。はい、あとは、はい、あとは、うん、なんか気になる、これに対して、あ、ニュースです。あ、もう切り替わりました。あ、これいいじゃん、視聴者さんからの投稿ニュース、うん、ないんです。ねえのかよ。募集してますってこと。あ、募集してますってことなんだ、うんうん、あれば言います。あ、じゃあ昨日の放送後期、あ、昨日の放送後期見ました？見てない。ユーゴンが書いたやつ見てない。え、見てないんですか？うん、じゃあちょっと説明するのに時間がかかるんですけど。じゃあ違うんでしょう。ちょっと面白かったんですよ、はい、昨日の放送後期、あ、久々にヒットだったんですよね。あ、読みますか。あ、はい、ちゃんみよちゃんってちゃんと書いたんだよ。ちゃんみよちゃんお疲れって言ってた。 ありがとうございます。で、このシート目隠しして乗れば平気と書いてありますね。どういう意味？目隠して乗ってたら別に気にならないよってことなんじゃないですか。まあ飛行機でも結構寝てる人多いですからね。キャビンアテンダントと対面しちゃう飛行機ってあるよね。あー、ある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 。あれであったら恥ずかしい、ね、あれも恥ずかしいよね、確かに。どういう意味ですか？いや、前の席で、うん、あのキャビンアテンダントがこの辺にいるとこの、うん、たまたまそこに座っちゃう時あるじゃん、うん、結構でも、うん、結構嫌いではない、うん、だそうです。嫌いではない、うん、ちょっとじゃあいいですか、はいはいはい、昨日放送後期ね、まあ、ユーゴすっげー長いんですけど基本、うん、ざっくりと話して、あのね、長堀博美先生が、はいはい、あの恋愛相談に乗ってた時に、うん、こうね、面白いこと書いてあったんです。おちゃんみよは以下の条件を満たす人が自分の会う人だと言っていたっていうところでね、うんうんうん、同業者じゃなくてちゃんみよ TV を応援してくれて牛久市に住んでくれる人なら誰でも OK、うん、しかし公園で背中合わせで本を読むような場面だとちゃんみよは話しかけたくて邪魔されますって意味わかんないでしょ。そしていろいろ考えない方が良いと思われる質問に答えとしてもおそらくちゃんみよは苛立っています。え、日本語がわかんない、わかんないわかんないわかんない、面白いでしょ。で、ユーゴンは、うん、僕は僕と言って楽しいと思ってくれる人なら誰でも OK です。うん、でね、うん、来月は夏の恋愛活版祭りも終わり、新たな、恋の悩みが出るんじゃないですかね。そちらの質問や僕やちゃんみゅの恋人も大募集です。いや、俺ね、昨日の放送ね、うん、まあ、途中からチラッと見たんだけど。あ、見たんですか。いやいや、全部、うん、もちろん途中からチラッと見て、うんうんうん、どっから見たか忘れちゃったんだけど、うん、多分ね、ユーゴンは彼女できないね、あれね。いや、できないと思う。できないよね、うん、で、放送後にもうこんなことしてないで、うん、もう早くトイレに入って、うん、ね、もう考え込みたいって言ってて、うん、お手配で考え込むタイプなんでしょうね。いや、あいつね、なんか恋愛も人生も頭で考えちゃうタイプだな。うん、まあ算数好きですからね。そうだよな、多分そうなんだよな、うん、多分できない、あれは。まあ、できないでしょうね。なんでも、もしそんな人でもいいという、いや、そういうなんか自分じゃない。なん、ちなみにさ、ユーモンさ、うん、彼女いたことあんの今まで。知らない。あ、聞いてみたいね。どうなんですかね。彼女いない歴何年か聞いてみたいね。なんかじゃリアルじゃないですか。リアルにでもリアルに聞いてみたいじゃない。だってどう、20、あの子3歳。え、ちゃんみよ彼氏いない歴何年。3年。3年リアルだね。リアル。3年。え、ちゃんみゅ TV を始める前日に振られたんですけど。あ、振られたんだ。はい、面白いね、はい、あ、それでやけになって始まったのこの番組。いや、その前からやることは計画してましたよ。あ、やけを起こして始まった番組じゃないの。じゃないです、じゃないです。やることは決まってたんですけど、うん、まさか始める前日に振られましたけど、ま、へー、どの人？あの人に。あの人に。あの人に。へぇ、あ、知ってんだ。知ってる。知ってんだ。へぇ、なんだそれ。はい、じゃあ、はい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 、コメント届いてないですか。大丈夫ですか。じゃあ、ちょっと私いいですか、ニュース差し込んで勝手に。今日ですね、そうそうそう、イバスタがね、あったんですよ、週刊イバスタ、うん、まあ、セプターさんのコメントを見ていただければ分かったかと思うんですけど、はいはい、タコわさび、タコわさび、はい、が普通だとタコワサって、タコワサっていう商品あるじゃないですか。あるね、あるあるある。
でもイバキラ TV のスタッフさんは、うん、悪意で、うん、タコのお刺身に、うん、わさびをギーッてうねうねしたのを罰ゲームで出したんですよ。おそう、私はクエン酸も全然普通に食べれちゃうんだからこいつはわさびこうやったらダメだろうと思っていただいたんですよね。で、まあ、見ていただいた通りの反応だったんですけれども、はいはいはい、その後の放送後期を見ていただきたいと思います、はい、VTR どうぞ。音が流れてないですね。お風呂場になっちゃった。お風呂場ちょっとね、なんでですかね。ちゃんみやの書き出しがあれだった。じゃあやめます？やめるしかないですかね。うん、反省会。音出てないですね。うん、はい。すいません。じゃあ明日になります。なんだよ。明日になりました。はい、急遽。はいはい。すいません。まあ、でもイケメンが出て。へえ。どれ？これどれイケメン？真ん中ですかね。へぇ、Jトラッシュっていうなんか富山県出身なんだけど今は茨城県に住んでいて、タミヤのイケメンというのはこういう人なんですか？いや、私の言うイケメンはまた違うんですけど、うん、私の言うイケメンは、うん、福山雅治。いや、それは当たり前じゃない。そう、あと伊勢谷友介。いや、それも当たり前すぎてすまんないじゃない。でもそれがイケメン基準、はい。この子はもう私の年下ですから、はい、もう可愛いしかないんですよね、もうね。なんか牛久にこういうやついたね。私多分大学の後輩でこういうのいるんですよね。まあ大体どこにでもいるよね。でもすごいいい子、うん、いやいや、うん、いい子っぽいけど。いい子でした。ちなみにこの左の方はダメなんですか？左の方はプロデューサーさんですから。漫才コンビじゃないんだよこれ。違いますよ、大丈夫です。ひどい。誰なのこれ。藤谷さんって、うん、山田真理子ちゃんとかコリキアとか七崎ちゃんとか誰も知らない俺の、うん、こら誰も知らないらの九十、うん、プロダクションっていうのがある下妻にある芸能プロダクションなんですけどね。そこのプロデューサーさんが藤谷さん。まあ、この人なんだ。はい、一番左の方ですね。何ですか？いや、何でもないです。なんかあります。すみません、音声がね、ちょっと漫才の人かと思った。単なる。まあ、眼鏡かけてるからね。この人、もう染めてきました、ね。あ、昔金髪だったんだ。はい。あ、そんな方がいいんじゃない？なんか。私、こっちの方がいいと思ったんですけど。なんか、誰かを彷彿させるよね。なんか、誰、どっかに、まあ、いっか。うん、まあ、でもね、でも、うん、今見てる人見えないからすまんないと思うよ。そうですね、すいませんでした。はい、皆さんもぜひ週刊イバスタ、アーカイブでは多分明日からかな見れるようになると思いますのでチェックしてください。すいません、ちょっと音が入ってなかったので放送できませんでしたが、はいはいはい、うん、あ、そうですね、うん、音出てない、音がない、すいません、音なかったみたいですね、はい、なぜなのかちょっと私も分かりません、うん、ごめんなさい、まあね、よくあることですよ。よくあることですね、はい、すいませんでした、はいはいはい、音ないです、それはないです、よくないです、よくあることだと思います。よくないと思う。いや、よくないけど、うん、はい、じゃあ、ということです。はいはいはい、はい、じゃないからね、うん、じゃあ、ちょっとごめんなさい、続いてのコーナー参りましょう。続いてはですね、牛久市観光協会チャンネルですね、うん、はい、あ、嘘、観光協会情報。え、竹乳ないの？竹乳あったんですか？もういいか、もう時間でいいか。曜日別 MC コーナーで入れましょう。ていうかさ、うん、堀越弁護士は多分ね、影も形もないから多分今日忘れてんじゃねえの。そしたら私が法律相談しますよ。いいね。お、いいね。いいね。任せてください。うん、ね。じゃあ俺も恋愛相談やるよ。はい。すごいことになりそう。はい、どうぞ。はい。じゃあ行きます。はい、ハートフルクーポン券販売中ということで、気になるありますか、何か気になる販売店。あれ、俺に言ってんの？うん、また？うん、いや、結構ざっくりこの番組を俺見たんだけど。気になる販売店、特に薪で使えればいいですよね。うん、薪使えない、特に今ないですね。じゃあポイントとしては、うん、レンコン屋さん使えます。はい、そして南部コーヒーさん使えます。はいはいはい、
で佐藤新聞法さんはまだ使えないですね、うん、検討中かな、はい、わかんないけど。で染谷さん使えます。使えるの？使えます。染谷便利業染谷株式会社染谷入ってますから。あ、本当だ。だからもしも皆さんが、うん、こう困った時に、うん、芝刈りしてほしいなとか、うん、あとなんだろうな、あ、家事代行お願いしたいなとか。ちょっと待って、俺ね、染谷さんって実際どんな営業というかやってるかよく知らないんだ。染谷さんってそのゴミの収集のイメージすごいあるんですけど、その他には便利屋さんやってるんですよね。だから何でもお困りごとは何でもそう染谷に連絡してくださいというふうにですね、これですね、これですね、生活支援部っていうのやってて、ご家庭のお困りごとなら染谷へって、うん、すいません、なんかこう宣伝になっちゃったんですけど、何でもやるんです。だからこの間は知らなかった、なんか蛇が出たから助けてくれみたいなのもやったって言ってましたよ。それは市役所、いや市役所でもないんですよね。蛇が出たから困りましたっていうのは市役所に言うべきことでもないんですよね。いや でもよく市役所に電話じゃない、そう来ますよね。そうですけど、うん、そうじゃないんです。だからそうしたらスズメバチがいるとか、そう、それも違うんです。だからそういう時は染谷さん、観光衛生、何、環境衛生、環境政策課、蜂はね、蜂、うん、はあるでしょ、うん、ある、ありますよね、うん、あと、ただあの市役所が処分するってこと、処理するってことではないですけど、うん、そういうあの業者さん、そう、だから直接も業者さんで染谷さんに連絡すればいい。動物がの死骸がどんちゃらかんちゃらなんて前あった。それも企業、それもあの市役所に連絡していただければ、うん、おかえりなさい、あ、それは業者に紹介しますってことですね、うんうん、いやあの例えば路上に、うん、ほら死んでる、はいはい、犬が猫だ、これはあの、うん、こちら あの市役所の担当ですので、うん、あ、それは市役所の担当なんだ、はい、あ、ははなので、ということで、あ、はいはいはい、はい、なんで今、こうやって染谷さんもハートフルクッ使えますので、そうなんだ、今度電話して頼もう、なんか何頼むんですか。え、染谷さんでしょ、うん、なんか頼もう、考えて、うん、いいんじゃないですか、うん、ぜひぜひ皆様ハートフルクーポン券お買い求めください。じゃ続いてです、サマンサタバサのガールズコレクションも今週末ですよ、金曜日から始まりますけれども、うん、こちらご覧ください。よいしょ、7月17、18、19日の3日間ですね、サマンサタバサの主催するゴルフトーナメントが開催されます、うん、これ入場券本当は当日だと3000円のところ、牛久市の観光協会で買うと2万円綴りで、そう、5000円でお得にお買い求めいただけますので、これさ、ファッションショーとしても相当成り立つらしくて、うん、はい、2枚で5000円ってのは相当格安なんだ。だって本当にすごいんですよ、すごいんだよね、お笑い芸人さんもすごい、モデルさんも来るし、アーティストさんも、うん、JSOULBROTHERS、EXILE TRIBE なんとかもう来んの、来ますよ、来ますよ、本当に EXILE、 なんか人の名前2人ぐらい書いてあった。だからその中でエビちゃんも来んの。エビちゃん来ないかって書いてなかったですね。あ、そうなんだ。エビちゃん多分子供が、そうだね、はい、あ、妊娠してんだ。いや、生まれた、生まれたんですかね。なので、はい、でもあの詳しくあのサマサタバサさんの、うん、あのフェイスブックの方ね、見ると細かく書いてありますので、うん、ぜひご覧いただきたいなと思いますね、うんうんうん、はい、ということでね、いや、これはお得だと思うよ。そう、フルポンの村上さんは来ないみたいですけどね、うん、はい、じゃあ次、岸田さんは、岸田さんも残念ながら来ないですね。なんだ、多分この間相撲やってるじゃないですか。まだまだやってますね。夏場所か、はい、やってますね、はい、はい、じゃ続いていきましょう。こちら、キャンティークラシックを牛久で楽しもうということで、牛久の、有効都市グレーベインキャンティー市の名産ワインのキャンティークラシックが市内で飲んだり買ったりできるようになっているんですが、ちょっとですね、昨日も、お話ししたんですが、池辺さん、天満酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさん、これ4店舗で売ってるんですけど、うん、今売り切れでしょ、サンヤコポが残念ながらないんですよね。すごいね。そうなんです。だから結構ですね、売り行きが良くて8月10日にならないと入荷できないということですので、まあ、他のね、あのキャンティークラシコであればお買い求めいただけるかな。その種類の中のなんとかっていうのがないんだ。サンヤコポっていうのがない。一番人気なの、一番その飲みやすくて、そのキャンティークラシコ飲むのであればサンヤコポからがいいんじゃないですかねっていうのを高穂さんもおっしゃってたじゃないですか。聞いてなかったね。聞いてなかったですね、うん、そうだ、サンヤコポが一番おすすめだということなんですけど、今はちょっとないので皆さんですね、まあ、入荷されたらぜひ、まあ、飲んでない方お声求めいただきたいと思います。そして飲めるお店、こちらですね、だから飲めるお店もこう書いてあるんですけど、サンヤコポ飲めないそうですね。ヤシさん、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、ジンさん、新月さん、フェリスタさん、春菜さん、インクさん、山水閣さん、楽さん、笠部さん、誠さん、我が家さん、これ売り切れ商法やればね、いいね、やっぱりね。どういうことですか。だからあの希少価値を出させるためにわざともう限定数に少量入荷みたいな、うん、みんな多分飛びつくんだよ、限定大好きだから。まあでも飛びついたんでしょうね今回で今もみんな、うん、まだかまだかと待ってるところですから。そうだよね、またそういうのって入ったらすぐ売れちゃうんだろうな、うん、待ってるから、うん、でもいいんじゃないですか。
だわざとそれは商法にすればいいんじゃないだわざとではないと思いますけど、はい、でも今はそうキャンディークラッシュであの三夜コポさんだけは飲めませんのでご了承ください、うんうん、ということでした、はいはい、以上牛久市観光協会情報でございました。続いて牛久市の情報参りましょう。絶対堀越弁護士来ないよね。来ないですね、うん、連絡がね私もね確認できればいいんですけど、うん、待ってあ来たあ来たあ分かりました爽やかに、ね、爽やかにねよかったですね。爽やかに登場だね、はい、じゃあすみません牛久市情報もありましょう、はいはい、10月からマイナンバーが通知されますということで、うん、マイナンバーね、うん、あのちゃんたけさんは反対派で反対派です、はい、私もあんまり自分でナンバー選べないからね選べないと嫌だね、うん、選べても嫌だけどね見ようが続かないと嫌ですけどね、うん、はい行きましょう、はい、27年10月から住民票を持っている方一人一人に12桁のマイナンバーが通知されます。12桁なんだ。はい12桁斉藤ぐらいですか。ね、あはいはい、それだったらいいんじゃないですかね。で、住民票に登録されている住所宛にこのマイナンバーが書かれた、うん、あの土地カードが送られてくるそうです、うんうん、でこのもしもね住民票の住所と、まあ、違うところに住んでいる方がいたら、うん、手元にこの土地届きませんので、うんまあね、住んでいるところにちょっと市町村に届け出をしてくださいということでした、まあ、やむを得ない場合のことはねがあったときはあの住民票のある市町村にあの相談してくださいということでしたので、詳しいお問い合わせにつきましては総合窓口塚さんにお願いいたします。例えばそれをこうマイナンバーを送ってきて、うん、こうカードみたいな発行されるの、うん、カードみたいな通知カードが来るんです。だからハガキみたいなのが送られてくるんですか。いや例えばこう保険証みたいな形でこういうのがちょっとそこまでについては分かりません、ね、皆さんなんかさ、うん、よくアメリカ人って、うん、こう社会保険番号がなんちゃらかんちゃらすぐこう、うん、身分証明書、うん、ID の代わりこう出すよね、うん、なんかあれかっこ、あれはかっこいいと思う。なんかこういう感じなんじゃないですかね。うーんちょっとどんな形になるのかその中に全てもう個人情報入っちゃってるわけでしょ。入っちゃってます、うん。それちょっと怖いですね。まずセキュリティはすごいしっかりしてるそうなので、うん、あの自分のすべての情報がその人たちにすべてに見られてしまうわけではなく、うん、このセクションはこの人たちが、このセクションはこの人たちがというふうになってるらしいです。はい、なので、まあ別に俺個人情報なんでも俺はオープンなんで、うん、全然シークレットなことは何もないから構わないんだけど。うんだそうで、うん、じゃあ後で口座番号教えていただきたい。いいですよ口座番号だと教えたって別に何ともないよ。で引き落とせますよね。引き落とせないよ。なんで口座番号だけで引き落とせたら大変なことになっちゃう。ダメだ間違えた暗証番号だった。そうだ暗証番号はそれもいくら俺バカでも言えない出した、はい、じゃあ続いていきましょう。はいこちら、まあ、先ほどもねあのご紹介しましたがハートフルクーポン券好評発売中ということで、はいはいはい、牛久市内の250店舗ぐらいで、ね、使えるお得なプレミアム商品券ハートフルクーポン券、うん、これは大好評発売中でございます、はいはいはい、で1万円で 10% もお得な1万円成分もお買い得で、ねうん、お買い物ができる、うん、このハートフルクーポン券、うん、なんか茨城キッズカードあとシニアカードを使うと、うんうんうんまあ、1セットだけは8000円で買えるということで、うんすごいお得なので、うん、ぜひ皆さんお買い物ください、うん、で一家族10万円まで買えますので、うん、10万円カード1万お得なわけですよ。そうです相当お得です。お得ですよね、はい、だからみんな買って、うん、なんか大工さんとか、うんうん、ガソリンさんとかあとまあ便利屋さんとか、うんうん、布団もね買えるので、はい、ぜひ皆さんですね、はいはいご利用いただきたいと思います。そうですね、大体のところはもう網羅してると思いますので、うん、お食事もだってそうだよね食べれますね。そうだね南部コーヒーさんも南部コーヒーさんももちろん、はいはい、キャンティークラシックも全部のお店で買えますから、はい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 、ぜひお買い求めください。そうだね、はいはい、じゃあ続いていきましょう、うん、ほい最後ですね牛久市文化財ガイドブックができましたよということで、はい、平成20年にあの作った牛久市文化財ガイドブックの残部がなくなったことだったりとか掲載データが古くなったことから、うん、昨年度文化庁の文化遺産を生かした地域活性化事業文化振興費補助金というのをね、うん、国庫補助金を受けて新たに牛久市文化財ガイドブックというのができましたということで、うん、これねウェブで、うん、ホームページでその、うん、ダウンロード見れますので、うん、ぜひですね皆さんチェックしていただきたいと思います。これねすごく面白いです。私見ました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 。あの、ね、新しくなってて、うん、あのシャトーのこととかもそうだしあと小川温泉のこととかも細かく載ってたりとかするんでぜひですね皆さん一度お手に取っていただきたいと思います以上熱いねやっぱりね牛久のことを語るとね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、あの表紙がねありますそうですね牛久市文化財ガイドブック、ね、おしゃれな感じでしょ。今までの表紙と全然違うんですけどこんな感じで発行されてますのでぜひですねチェックしていただきたいなというところでございます。はい、はい、以上牛久市情報もろもろご紹介しました、うん、続いては牛久の明日の天気。そして大仏だよ。はいおかえりなさい。ただいま。はい、負けだね。
負け巻き巻き巻きね、うん、あそうあのまさかの、まさかの登場だったんです。まさかの登場なんで。ちょっと伸ばしてたんですけど、まさかよかった。安心しました。うん、明日の天気ですけども、はい、明日ようやくあの一息、この暑さ、つきそうです。明日は、はい、最高気温からいっちゃうけども、最高気温が27度。27度。最低気温が24度で、ようやく熱帯夜にならないぐらい。まあ、ただ、ただし。0時を回ったあたりから弱い雨が降り出します。朝の10時頃からお昼頃まで結構強い雨になるかもしれません。それ台風ですよね。そうです。はい。はい、台風のせいなので、台風がいなくなればだんだん回復していくとは思うんですが、おそらく回復は土曜日頃になると思います。土曜日、よかったじゃん。お祭り、上島あるじゃん。ああ、そうだ、上島のお祭りは大丈夫。ただし、去年大雨だった。雨降った。大雨だよな。すごい雨だった。そうだよな。ただし、こら、はい、聞いてみなさい。はい。台風12号が発生しました。ただし、はい。またまた、あの日本の方に向かって来そうな気配がありますから、こっちの台風にも注意が必要です。それでは、はい、ウキウキハッピー。はい。はい、コメント来てますね。ですね、歌舞伎のさんおかえりなさい、ちゃんみおちゃんだけお疲れ、退職届で出してきたよ、すっきりと、グッジョブですね、グッジョブ。そして堀越先生に労使の相談をしたいのですが今日来ない、大丈夫、来てます、来てます。漁師って何なのかちょっとよくわからないですけどね、そしてね、たかし斉藤さんおかえりなさい、うむ酒が飲みたくなってきた、いいですね。あの今日から南部コーヒーさんで、なんとかエスプレッソスタウトが出てるらしいですよ。あ、ちゃんみおちゃんだけお疲れチャーハンと。お疲れチャーハン。ありがとうちゃんです。ありがとうございます。さあ皆さんコメントありがとうございます。はい、ちょっとね弁護士さんのコーナーに巻き巻きでいきましょう。そうだね。はい。はい、多分ね、でもほら。でもぶっこんでした。もちろんぶっこみます。カレリンの。はい、あ、ごめん間違えました、4日目ですね、4日目でしたね、昨日勝ちましたから、昨日勝ちました、はい、なんとですね、貯めなくていいよ、貯めます、宝富士に、はい、勝ちました、あやった、おめでとう、おめでたい、おめでたい、おめでたい、寄り切りましたので、はい、寄り切りですね、いっぱい、よかったです、はい、嬉しい、嬉しい、なので勝ったので、明日、泉谷ではですね、キハダマグロ好きに先着20パック189円で、はい、安いです、半額です、はい、あとはまあいいでしょう、はい、あといいんだ、はい、ありがとうございます、明日はですね、はいはい、4敗中の勢いとの戦いになりますので、あ、勢いだ、お4敗中ですから勢いは、うん、あ、4敗中なんだ、4敗中なんです、イケメン勢いでしょ、そうです、あのカラオケがうまい勢いですよね、イケメン、はい、なので、はい、これはもう頑張って、うん、そのままね、はい、勝っていただきたいですね、そうですね、頑張れ頑張れ、そのままカレリンの高校野球情報、はい、本日そうですね、そうですね、ひたちなか市民球場で、はい、おせたい、わが、わが、どういうのよしくだ、戦いました、戦いました、どうした、そして3対1で勝ちました、イエス、イエス、応援していただけ、イエス、回線が切れそうですけどね、イエス、それでですね、次回の対戦相手は、今日ね、上層と砦商用が戦っておりまして、ちょっと長引いて3対2で上層が勝ちましたので、3対2で3対2、あら、上層あれだったんだ、うん、12回までやってたんですね、次、に東洋上層だよね、そうです、18日ひたちなか市民球場、遠いな、からですね、4回戦になりますので、ぜひぜひ応援しましょう、今年こそ行くぞ、うちいけなさい、帰る時間だ、帰る時間だ、面白い、なんだか、バイビー、バイビー、はい、ということでよかったですね、東洋大牛久、おー、絶対のこと行くぞ、甲子園、もうあの牛久の他のところ負けちゃったんで、私も龍ヶ崎一高負けちゃったんで、うん、ああ負けたね、もうあとは東洋大牛久だけ応援しています、よし頑張れ東洋、押し押します、よし、はい、ということで続いてのコーナー参りましょう、続いてのコーナー、はい、あの弁護士が登場してください、まさかみんなの
お困りごとの相談してくれますのででは行きます。 CM です。1ヶ月に一度、はい、もうチャンミュー TV で ね、はい、皆さんにオープンな法律相談をしてくれるという、うん、オープンな、はい、そうです、そんなね、今日も龍ヶ崎と土浦で裁判やってきました。お疲れちゃんでございます。2つも掛け持ちで。そう、1日1個とかじゃないんですね。そうですね、その時によりますけど。最大どれぐらいってことありますか？最大4件とかですかね。頭こんがらがっちゃうでしょ。まあ、大丈夫、いろんな事件があるんで。案件間違えたりとかしないですか？間違えることないですね。そうですよね。間違えたら面白い。間違えたらまずいですよ。弁護してたら面白い。誰だっけみたいなことになったらまずい。そんなことはありませんけどね。ということで法律の相談はどんと来いと、つくば中央法律、あ、勝手に書いちゃいましたけど、どんと来いって書いちゃう。相談ってことになってるんですね。はい、でもあの堀越弁護士と、はい、まあ、素敵な時間を過ごしていきたいと思います。はい、前回と同じくあの法律の話を、はい、一応準備はしてきてるんですけど。はい、はい、今回はどんなお話を、はい、斉藤さんに合わせた法律の話がいいかなと思って。布団ですか？布団税？布団税じゃない。布団税ができます。布団税できませんよ。はい、砂糖税はできますけどね、イギリスの方で考えられて。ああ、そういうね、あの調味料っていうのはよく塩とかね、うん、あの税金かかったりしますけど、うん、もう一つよく税金かかりやすいものがあって、うん、お酒、タバコ、お酒、うん、お酒って税金かかる、うんうん、税金がありました、はいはいはい、ありました、ありました、はい、世界史で習いました。世界史習った？世界史で？あれ、日本史でしたっけ？日本の法律の酒税法だから、世界史、まあ、世界史も出てくるかもしれないですけど、うん、お酒に税金をかけたとか、まあ、どっちでもいい。ちょっと嘘つきましたから、ね、どっちでもいいです。はい、何でもいいです。はい、はい、じゃあ、はい、酒税、はい、あの僕らって自由にお酒作っちゃいけないの知ってます？はい、知ってます。梅酒とかでもダメなんですか？いい質問なんですけど、はい、その話までいければいいんですけど、ちょっといけるかわからないんで、はい、とりあえず自由にお酒作っちゃいけないですけど、梅酒は自由に作ってます。はいはいはい。だから基本的には自由にお酒って作っちゃいけないんですよね。日本酒作ったりとかっていけないんですよ。なんでかっていうと、まあ、なんでかっていう話をする前に、1年間60キロリットル以上作んないと、あのいけないです。免許をもらえないんですよね。免許がないとお酒は作れなくて、それが60キロ、60キロリットル以上。60キロリットルってどのぐらい？60キロリットル？1000が1キロリットル、うん、1リットルが1000デシ、え、わかんない、10デシリットル、10デシじゃないでしょ。まあ1リットルの1000倍が1キロリットル、1キロですよ。で、その牛乳パックが1000個、牛乳パックが6万個です。1リットルの牛乳パックが、まあ相当な量だな、うん、はいはいはい、普通の人はなかなか作れないですね。作れない、はいはいはい、だから、うん、あの一生瓶に10本ぐらい作って近所に分けようとかできないってわけですよ。そうなんだ。それってなぜかっていうと、うんうん、まあ、税金ってお話しされてましたけど、はい、あの自由にお酒を作って、うんうん、僕ら自由に例えば、うんうん、あの10本ぐらい作ってみんなで飲もうっていうことになると、うんうん、買いに行きませんよね、うん、買いに行かなくなっちゃうと、うんうん、まあ、それに自分で作ったのって自分で作ってるから税金取らないわけですよ、うん、それが業者が作ったものに税金をかけるようにすれば、うん、国に税金がたくさん入ってきますよね、うん、だから国の税収確保のために酒税法っていうのがあって、うん、あの自由に作っちゃいけなくて、たくさん作る業者じゃないと、うん、あのお酒は作っちゃいけませんよってことになってるんですね。へ、うんうんうん、じゃあお国の人が
税収を上げたいから、はい、酒税を上げたりとかもする。じゃあタバコとかもね、タバコもそうだって国の人たちがお金が欲しいから、まあ、国の人って言っても違う、国の人が欲しいわけじゃなくて日本の国が税金で潤うじゃない。そう、うん、僕ら民主主義だから、うん、国の人って言っても、うん、あの僕らが国を、うん、あの私たちが運営していくために税金っていうのが必要だから、そう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 、それをどこから取ろうかっていうことになった時に、うん、お酒から取るのって、ね、うん、お酒ってみんな飲むし、うん、あの税金の対象にすると、うん、国にお金が入ってくるなって、なるほどね、そうなるわけです。何かにつけばちょっと話お酒とずれちゃうけど、はい、なんだっけ、あの生きてればなんとかで死んだら何でいいぜなんとかでって、はい、もう税がかからないものってないじゃないですか。ないね、なんでもまあ、うん、たくさん確保できるものにやっぱりかかっちゃうから、うん、そうするとみんなが払うものに税金ってかけることにはなっちゃう、まあ、その方が公平といえば公平なのかもしれないですけど、うん、みんなが使うものに税がある。じゃあ、うん、なんか自転車税ってあるんですか。自転車税、自動車税ある、自動車税はあるね、自転車税はない、ない、まあ、自転車そんな高くないから一つ一つに税金かけてもっていうところがあるのかもしれないですけど、あとは何税だろう、まあ、揚げ場もいくらでも、まあ、なんかブランドバッグ税とか作ればいいんじゃないですか、まあ、そういう考え方もあるかもしれないけど、それはダメなんですか。関税みたいなのがかかったりとかするの。関税っていうのはあの日本に入ってくる時に、はい、だからもうあるものですけどね、いっぱい入ってるからそれ以上足せないのかなっていうことなの、まあ、あの、まあ、全てのものにかかってるわけではない、うん、消費税っていうのがすでにかかってたりしますもんね。細かいものには消費税っていうのがかかるわけですよね、うん、贅沢品税とかなんとかってあったよね。ありました、ね、贅沢税、贅沢税でしたっけ、はい、あ、貧乏税なくてよかった、うん、それはあんまりねよかった、そっから取れねえよだもう取らないでくださいすごい政策で、うん、もう貧乏税です、はい、まあ、消費税ってもしかしたら誰からでも平等に取るから辛いかもしれないですけど、まあ金額に応じてなんで、あと昔3円とかだったの消費税、だから昔なんかその昔なんかないんだもん。そうです、竹下総理大臣がね、支持率よりそうだ、あの高いと 3% そうだそうだ有名な、はい、そうなんだ、 3% より支持率が低かった時代があった。すごい時代ですね、はい、すごいですよね。それでも民主主義っていうのがすごいですよね。民主主義でなさそうですけどね、97% 反対ってことですか。そうなんです、まあ、支持してないってことだね、うん、不思議な世の中ですね。世の中ですね、民主主義って言ってもね、そうそう、何の話かよくわかんない。そうそう、梅酒ってなんでいいのか。あ、そう、梅酒、梅酒、梅酒は自由に作れるじゃん。なんでですか、うん、そうだね、梅酒ってどうやって作りますか。梅酒は梅干し入れて氷だと梅干し入れないね、梅干しじゃないでしょ梅、そう、そうそう、梅入れて、うん、氷砂糖入れる、うん、焼酎と間違いだえ、あれ間違ってますか、うん、梅、梅干しじゃなくて梅を入れる、そう、丸いやつ、そうで、お酒、氷砂糖入れて、お酒入れて、お酒入れて、うん、蓋閉めて、はい、あの床の下に入れる床の下って決まりなのね。そう、真顔で言ってるから面白いですね、うん、それでもちゃんと作れますって。あやべけにあんの。あやべけにね、今年とかちょっと最近は作ってないですけど、昔作ってましたよ、うん、梅酒と梅ジュースって見分けつけるの難しいですよね。あー、飲んでみると分かんない。あ、僕幼稚園の頃、うん、あの梅ジュースと梅酒間違えて飲んじゃって、友達が遊びに来てる時に、うん、で僕ひっくり返って、うん、友達みんな帰っちゃったことある。とんだ災難でした、はい、災難でした。とんだ災難というか、うん、はいはい、うん、まあでもそういうこともあるよね、うん、梅酒ってあの、うん、お酒入れるってホワイトリカーっていうじゃないですか、はいはいはい、ホワイトリカー入れますよね、うん、そのホワイトリカー自体にすでにもう酒税法で税金がかかってるんですよ、うん、それがお酒として買ってきてるから、うん、あの新しくお酒を作っても別に発酵してお酒を作るわけじゃないから税金がかからないということになる。そうか、別にそれを加工してはもともとあるものを勝手に家庭で味付けしたっていうだけの捉え方ですよね。だからワインを作ったりとか日本酒を作ったりとは違う、うんうん、ただそれが梅じゃなくてブドウだったりするとやばいらしいです、ね、あ、本当にっていう風に言われてます。あのブドウって発酵するんでそれで新たなお酒を作ってるんじゃないかと。ただその使ってるアルコールがの度数が高ければ高いほど、うん、あの政府で一応 20度ですね、20度超えれば、うん、あの政府と言われてます。要は20度超えてれば、うん、その入れたお酒そのもので、うん、アルコールになってる、アルコールになってるというか、うん、そのアルコールの効果だから、
新たなお酒を作ったんじゃないっていうふうに評価されることになってるんです、法律で。今までこういうでも民間で裁判って結構あります、ね、お酒を作った作ってないでですか。憲法裁判になってる、憲法の裁判になってることがあって、うん、あのお酒って自由に作れないと、うん、あの経済的自由を侵害してるんじゃないかっていう裁判が、うん、もう昔から、うん、ドブロック裁判って言うんですけど、自由にお酒作ろうとした人が、うん、あの法律に反するって言って、うん、あの罰則課せられて、うん、で憲法違反なんじゃないかっていう裁判がもう何件も昔から、何件もあったのか、あ、ちなみにコメントいっぱい来てますね。はいはいはい、ね、ちょっとごめんなさいね、話ちょっと戻っちゃうな。サヌキ駅西口周辺全然降らなかったし、方面降ったのかとかね。満足さん出遅れですね、こんばんはと。はい、あとですね、歌舞伎のお酒は造り酒屋さんのを買いましょう。佐藤神谷さんとか桜川市真壁の西岡本店さんとか、具体的だね。巨乳税の導入をって言ってます。巨乳税、どういう意味ですか。巨乳を見たらってことですか。見たら何見たらってことですか。じゃない、だから今日巨乳さん所得が高い。違う、羨ましいからじゃないの。あ、そういうことか。払えってことですかね。そう、あ、じゃあイケメン税とか取ればいいじゃないですか。美人税とかイケメン税とか。だってただでさえ得してるんだもん。悩んでます。払えるかな。ただでさえなんか綺麗な人とか得してるから払えるかな。あれで、ちなみに美人100名とか言われて悩んでたことありません。あー、もう絶対長生き、もうそろそろ、もうそろそろかもしれないです。そしてね、はい、そのうち消費税 10%、 まあなるわな、はい、そして梅干し入れるのは梅サワー、あ、そうそうそう、さっきのやつですね、うん、梅酒はつけてる途中で何度も味見するもんだから、つけ切るときにはすでになくなっているというそれはそれはいや、かよさんあるあるでしょうね。あとドブロック裁判と興味持ってます、ね、あ、ドブロック裁判のことを言いました。そう興味持ってましたけど、はい、ドブロック裁判という名前、うん、通称ですね。通称だそうです、はい、ぜひチェックしてみてくださいということでございました、うんうんうん、でなんかそういえばね、振り返るとですね、うんうん、歌舞伎の堂さんがね、うん、なんか堀越先生に、なんかこう、労使ってなんだろう、労使でしょ、労働のあと使う、だから労使関係でしょ。労使って何ですか。働く人と使う方、うん、そうそうそう、労が労働者、死、うん、が使用者、使用人って意味ですね。労使紛争とかよく言うじゃん。労使交渉とかあるじゃん。分かんないですね。組合みたいな感じですか。労働組合みたいな感じですか。まあ、組合作ってるかどうか別として、うん、会社って雇う人と雇われる、うん、だから社長がいて従業員がいれば、それはもう労使関係っていう。そうそう、だから労働組合の話です、ね、じゃない、うん、単なるもうそういう関係。例えばNPO 法人チャミオ TV のあたは代表ですわ、はい、私は形ばかりです、うん、で労使関係ですよ、もうこれはすでに、ほう、はい、ほう、あ、でもあんた管理職でしょ。管理職、私まあ、まあ、そういうことよ、うん、まあ私みたいな、まあ、まあそうですね、うん、はいはいはい、うん、そうすると何かあるんですか。何もないですね何かあるんですか。何もないですねちょっとよくわかんないんで、ちょっと 何があったのかちょっと連絡してください。まあ、労使って雇ったり雇われたりする以上ね、うん、なんか問題が生じるじゃないですか。給料払ってくれないとか、給料下げられたとか、パワハラ受けたとか、会社に組合がないから困ってるみたいです。あ、なるほどね。うちの会社組合ないんですよっていうコメントが来てますね、うん、それ多分チャミオの言葉を受けて書いてくれたんじゃないですか。そういうことですかね、うん、あの詳しくは直接堀越に相談してください。そうだよね、そうだよね、ごめんなさい、ちょっとあの私直伝の何なの、直伝で丸投げ私じゃちょっとあのすいません、なんかね、うまくなんか仲介できると思ったんですけど、できませんね労使自体は知りませんでしたねはい、すいませんでした、はい、残念ながら、ね、始終関係みたいなことですよね。あ、ちょっと違います。関係っていうのは雇う雇われるだけじゃない。あ、違うんですか。始終、はい、関係始終関係、自分の持ってる知識をすごいこう一生懸命絞り出して挽回しようとしてるみんなパニックする帰って今一生懸命挽回しようとしてるけどダメなのか。まあでもそういうことです、はい、ちなみに先ほどのさ、あの、はい、課税の話ですけども、なんでこう宗教法人っていうのは無税なんですか。宗教法人っていうのは、うん、あの特定の思想に基づいて作られる法人ですよね、うん、そこからは税金を取らないようにしようっていう発想があるんですよ、うん、例えばあのなんかそういう日本の法律ってそういう発想があって、特定の思想に基づいて何かするとか、うん、例えば仮に特定の思想に基づいて悪いことをしてしまった、うん、
だからあの刑法に懲役ってないんですよね。懲役って刑務所に行って働くの懲役って言うんですけど、特定の思想に基づく犯罪って要はあるわけですよ。国を転覆させようみたいな内乱罪とか言うんですけど、そういう犯罪って特定の思想に基づいて悪いことをしてしまうという思想の部分を非難しないっていうんですかね。それはどうしてですか？わからない。自由権みたいな、まあ、そういうところがあるんじゃないかと。信教の自由とか、信教の自由、表現の自由とか、思想良心の自由って人の心の中のに基づくもので、じゃあ日本だけなんですか？それは税金がかかる、それは法人税がかからないって、法人税が宗教法人の法人税がかかる、それはちょっと他の国の法律見てみないとわからないですけど、多分日本だけじゃないんじゃないですかね。いろんな国あるじゃないですか。はい、あれちょっと待って、近いうちに直でお邪魔します。誰ですか？あ、歌舞伎堂さん。あ、わかりました。あとね、同業者同士で組合作ることできますよとか。同業者同士で組合作っても、うん、あの会社と戦うためだから会社の中で作らない。労働労組よくわかんないな。 NPO 法人も組合作ってるところあるのかなとかわかんないです。で、あと宗教法人にすればとか、それやめてくださいっていうコメントがね、いっぱい届いてますけど、うん、はい、何なんですか？何が？もうちょっと違います。ね、今日税金という意味では NPO 法人も、うん、あの優遇されてるから宗教法人にしなくてもいいわけですよね。でもチャンミュー TV は放送業なので、はい、通信業なので優遇されてないんですよね。全くじゃないでしょう。あの NPO だから全く優遇されない、まあ、あの優遇されないってどういうことかっていうと、株式会社とか比べてっていうことですよ。もちろん何か違うんですか、株式会社と。知りません。あの株式会社営利を目的とする団体ですね。うん、NPO 法人っていうのは、あの非営利、はい、特定非営利活動法人ですから。はいはい、そっか。でもなんか税金かかるんですけど、ね、まあかかりますけど、あの、うん、税金がかかるの NPO 法人でもどういう事業をするかによって、その同じ NPO でもいろんな事業をするじゃないですか。うん、その事業ごとに違うわけです。うん、そう、チャンミュー TV はかかるんです。かかる。うーん、残念ですね。それ罰金かなんかじゃない？チャンミューのペナルティーですかね。ペナルティーじゃん、税金じゃなくて。そうか、なるほど、はい、なるほど。高いペナルティーだな。なんか知ってるんじゃないですかね。かもしれないですね。はい、気をつけます。なんか書類とか見たら罰金って書いてあるかもしれない。ちょっとちゃんと見ときますね。はい、その可能性もなんか、うん、あ、この前もなんか交通違反の罰金の話しましたもん、うん、あ、しましたね。はい、青切符、赤切符の意味分かってるのが、多分違う、もう全然違う切符が来ちゃってるから分からなくなっちゃってるのかもしれないですから。それ以外に違う切符があるんですか？あの交通違反、交通違反の、うん、それはないんじゃないけど、うん、交通違反以外でなんかバスが来ちゃってるから。黄色と赤でしたっけ？違う、赤と青。赤と青、うん、私黄色が来るんですよ。黄色だった気がする。警察署から？いや、なんか壁にこうピリッて貼ってあったの、ま、窓にピリッて貼ったの黄色じゃなかったかな。多分それ俺詐欺か、なんか詐欺なんか振り込んでくださいみたいなの来ちゃって貼っちゃったんじゃない？あれじゃない、タウンページ詐欺じゃない？黄色じゃなかった。面白い、ね、記憶がちょっと定かじゃない、うん、見てみたい。俺も見てみたい。え、黄色じゃなかったか。黄色は多分ないと思いますね。間違えましたかね、はい、警察署からは間違いなく届きます。でも駐車禁止で青だよ。駐車違反のステッカー、うん、ステッカーのことそれは、ちゃんとこうやって書いてあるよ、駐車違反って。じゃあだけど整備不良、うん、黄色かったと思うんですよね。でもそれ、うちには届かなくて車に貼られちゃうんじゃない？そう、車に貼られます。ああ、じゃあ多分そうだわ、うん、駐車違反だ。あ、じゃあ良かった。良くないよ、なんかよくねえよ。チャンミューに振り込んでくださいって送ると払ってくれそうですよ、うん、やめてください。ちなみに、ね、駐車違反は本人が嫉妬しなくてもいいんだよ。どういう意味ですか？嫉妬しちゃうと本人の罰になっちゃう。駐車違反の例えば減点されちゃうのね。例えば斉藤武志君が、僕がどっかに駐車違反で止めますと、うん、でそれを駐車違反で捕まりました、うん、でも誰が運転しているか特定できじゃないですよね、うん、で
本当は罰金だけ払い振り込めばいいものを出頭してくださいって書いてあるから出頭しちゃうんですよ、はい、わざわざ、はい、と あなた運転してたんですねって確認されて、はい、そうですって言ったら、あ、じゃああなた減点ってなっちゃう。で自分で違ったけど、うん、自分の車貼られてたから行ったんですって言ったらどうするんですか。で行かない、出頭しなきゃ。そうなんですか。それはちょっと分からない。出頭しないで銀行にはあのお金だけ振り込むと罰金だけで済んじゃうって。うーん、じゃあそうした方がいいんですか。そうした方がいいけど、そんなこと言っていいのかな。ダメなのかな。これ罰金じゃん。ちょっと裏技です。裏技。これ言っちゃいけない系じゃない。言っちゃいけない系だよね。ピーって言ってよ。いけない系だったら俺いいの、完全にいいのかと思って。警察来るかもしれないですね。え、ピーかなこれ。え、ちゃんと出頭してくださいってことですよね。そうですよ、はい、出頭しなきゃいけませんよっていう、はい、お願いします、前例です、はい、はい、いうことでございましたね。お酒の話はどこかに行ってしまいましたけど、ね、あら、本当 だ、 そうだ、またそれた、またそれた、はい、予測してましたけど。いつもの通りですね。はい、ということで今日しやすい話用意してるんで、あ、次はどんなお話になるのか。わあ、興味ある、はい、じゃあ次駐車で、駐車税違反でじゃなくて駐車違反の話にしますか。すごい、すごいですね。はい、面白かった。ありがとうございます。じゃあ、あのスポンサーさんの紹介をして、はい、コメントの確認をして、見せじまいにして、はい、はい、じゃあいきます。佐藤新聞舗様、はい、高萩カントリークラブ様、なんかすげえ、うん、筑波中央法律事務所様、 ありがとうございます、ありがとうございます。株式会社ソメヤ生活支援部様、はい、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお送りいたしました。ということで、あ、コメントが届いておりますね、はい、ですね、アーカイブでカットしてとそういうタグなんですね。さっきの、はい、もうやっぱブラックなんだ、あれはダメだったんだ、うん、編集任せました。じゃあこれはもう多分この辺全部映らないです。あ、はいはい、ブツッとしておきますね、はいはい、ということで今日も皆さん見てくださって、はい、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださってありがとうしくでございました。また明日もウキウキハッピーのお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。はい、明日はソメヤさんが初登場ですね。おお、そうなんだ。僕見積もり頼んだことあります。 お困りごとですね、あれソメヤさんの誰が出るんだっけ。まあね、あのね、広報を担当されている奥田さんが出ます。あ、そうですか。はい、ということで皆さんおやすみなさい。チャオチャオ、バイビー。 Journey